カです。さあ今日は開封式します。こちら海外から届きました。私普段から宇宙が好きで宇宙人に会いたいとか言ってるけど、天体、星の中では月が一番好きなんですよ。月のものとかを見つけるとついつい買っちゃうんですけど、何を買ったかというと月の形をしたライトなんですよ。ライトってことは光るから、夜じゃないと遮光カーテンじゃないんでめちゃくちゃ光が入ってくるから、その美しさが多分わからないと思って撮影夜まで待ちました。めちゃくちゃ箱がベコボコになっておりますが、本当に好きなのかな。これね、うまくいったら次の愛車に使いたいなと思ってるんですよ。てれー、すごい。え、本当に丸い、まん丸。え、なんかもうすでに光ってない。え、すごい、なにこれ、本当にまん丸、落ちの中まん丸。私のベストはどこだろう。これどうやって違う。あ、色変わってる。こんな、その電池とかどうなってんのこれ。充電式、充電式なの。すごい、色変わってる。わかるこれ。電気消してみたいと思います。真っ暗でございます。電気が全部消えました。パソコンの光しか今入ってないから、カメラには多分真っ暗な状態で映ってると思います。ではさっきのランプ見ていただきましょう。どうぞ。でーん、おーすごい、月だ。開けたすぐはクレーターとかがちょっと分かりにくい感じだったんだけど、真っ暗なとこでつけたら本当に月みたいに、っていうか月だよね。すごいです。じゃあ色変えます。おお、すごい、なんかちょっと支配者になった気分。え、なんかずっと見ていたいぐらい綺麗なんですが、これは月の出の時と月の入りの時の月の色ですね。ちょっと色が赤っぽく見える現象。あ、めっちゃ綺麗。わかるこの美しさよ。もう何時間でも見つめてられる。もう本当にめちゃくちゃいいものを買ってしまった。日本の製品って大概は電池とか充電とかが、ゼロの状態で入ってるじゃないですか。電池とか充電とかをセットして初めてつくじゃないですか。でもこれ届いて開けて出した瞬間に電気がついたから、もう全然何の仕組みなのかがわからないんですけど、中には充電器らしいもの、ここの裏についてる穴、ここさっきからここを指とかつけて触ると電気がついたり消えたりする仕組みになっています。その横に開いてるちっちゃい穴、ここに刺せるぐらいの端子と、あと USB の端子がついてるケーブル、多分これ USB でアダプター使って充電しろってことだと思います。ってことは充電式なんだね、電池式じゃなくて。あとは、あ、これは何だろう、支え、支えかな、なんて使うんだろう。説明書入ってるけど英語が読めない。さすが海外の製品、全部英語で書かれていて全く読めません。絵が描いてるから多分これ絵の真似したらいいんだ。どうぞ。あ、いけた。これで多分合ってる。ここに載せるんだね。あー、なるほどね。これが最終形態。あー、すごいザリザリしてる。宇宙人はこんな感じなのかな。惑星とか衛星とか星を眺めて、って思ってるのかなとかちょっと妄想してしまう。いやー、いい買い物しました。大満足。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたら高評価とチャンネル登録とよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。